ヨトです。チョーキングで感情たっぷり表現力マシマシ。なかなかうまくできないよっていう人はビブラートから練習しよう。指で持ち上げるのもいいし、手首で持ち上げるのもいいぞ。弦やフレットの位置によってフォームを変えても全然問題ない。弾きやすいフォームで試してみよう。ビシッと狙った音まで上げよう。フロイドローズなんか特殊なギターでブリッジが浮いちゃう場合、普通のギターよりも多く持ち上げる必要があるよ。音のピッチを手に覚えさせる練習はこれだ。次に音程の変化のスピードを変えてみよう。チョーキングした状態で弾いて戻すのも面白いよ。ミュートした他の弦も合わせて弾いてインパクトを出そう。いろいろなパターンを試して曲に合った表現、自分に合った表現を探してみよう。